こんにちは、のりこです。今日はリフレッシュヨガのレッスンをしたいと思います。全身を心地よく伸ばしたりほぐすポーズでしっかりと体をリフレッシュしていきましょう。それでは早速始めていきます。それではおへそを中心にして体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒してお尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。息を吸いながら上体を上に引き上げて、吐きながら肩をリラックスさせます。それでは両手を組んで頭の上に乗せます。肩と腕の力を抜いて、腕の重みを頭の頭頂に伝えるように頭をリラックスさせていきます。それでは一度頭を前に倒して、その状態のまま大きく首を回していきます。右から大きく回していきましょう。ご自身のペースで大丈夫です。それでは頭が一番前に来たタイミングで向きを入れ替えます。左から回していきましょう。それでは一番前に頭が来た時に動きを止めて、息を吸いながらゆっくりと顔を正面に戻します。それでは両手を体側に下ろします。息を吸いながら右手だけ天井に伸ばして、吐きながらゆっくり上体を左に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。斜め上でも正面でもマットでも構いません。右の尻がマットから浮かないように、お尻を安定させたまま腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。では上体を左に傾けたまま息を吸って、右手を天井に長く伸ばします。吐きながら手のひらを後ろに向けて、股間を下に向けていきましょう。右の首横側面が気持ちよく伸びるようなイメージです。そのまま深い呼吸を繰り返します。それでは次の吐く息でゆっくりと右手を下ろして上体を起こします。それでは反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり上体を右に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に抜けておきます。左のお尻でマットをしながら、体側を腰から体側肩まで気持ちよく伸ばしていきます。その状態のまま吸いながら左手を天井に伸ばします。吐きながら手のひらを後ろに向けて、お顔を下に床の方に向けていきましょう。肩と耳が遠くに離れていくようなイメージで、しっかりと首側面を伸ばしていきます。次の吐く息でゆっくりと左手を下ろして上体を起こします。それでは両手を体の前について、一度お尻を突き直します。
息を吸いながら尾骨から背骨まっすぐ胸を開いて一度前を見ます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせて、そのまま額が床につきそうであれば額を下ろします。額を床につけなくてもお尻を床に下げて、肩と指先を遠くに伸ばして腰を縦に長くストレッチです。息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら四つん這いになります。肩の真下に手のひらをついて、足の幅は骨盤幅程度です。ではまず猫の伸びのポーズで胸と脇を心地よく伸ばしていきましょう。それでは鼻から息を吸って、吐きながらお尻の位置はそのままで手を前に歩かせます。胸と顎をマットに下ろしていきましょう。またはおでこをつけても大丈夫です。どちらかやりやすい方で心地よく肩と胸を縦に伸ばしていきます。ポーズが安定したら、肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せて胸をしっかりと開いていきましょう。吸いながら手を手前に引き寄せながら、また四つん這いに戻っていきます。では続いて下半身のほぐしを行います。四つん這いの状態から息を吸って、右足を両手の間に一歩足の裏をつけます。左足をしっかり後ろに引いて、足の甲は床、つま先は真後ろです。それでは息を吸いながらゆっくり上体を起こして、両手をお膝に重ねます。一度息を吸って、背骨を引き上げて、吐きながらゆっくり腰を真下に下ろします。肩の力を抜いて胸はリラックス、お顔正面、深い呼吸を繰り返します。腰をしっかりと下げることで左の太もも前面が気持ちよく伸びていきます。またつま先よりも前にお膝が出ている場合には、後ろの足を引いて調節をします。それでは次の吐く息で両手を床に下ろします。吸いながら左足のつま先を立てて、吐きながら手を手前に引き寄せて、左のお尻を左のかかとに乗せます。できれば右足のつま先は天井です。指先で体を軽く支えて、息を吸いながら背骨を頭頂まで引き上げて、お顔を正面、このまま深い呼吸を繰り返します。上体を前に倒さなくても、つま先が上に向いていればしっかりと右の足の裏側の筋肉が伸びていきます。吸いながらお尻を持ち上げて、右足の裏をつけて、横に手のひらをついて、右足を後ろに引いて四つん這いに戻ります。では続いて反対で同じ動作を行います。息を吸いながら左足を両手の間に一歩足の裏をつけます。右足をしっかり後ろに引いて、足の甲は床、つま先は真後ろです。それでは息を吸いながらゆっくり上体を起こして、両手をお膝に重ねます。息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらゆっくり腰を真下に下ろします。肩の力を抜いて胸はリラックス、お顔正面です。右の太もも前面を心地よく伸ばしていきましょう。次の吐く
吐く息で両手を床に下ろします。吸いながら右足のつま先を立てて、吐きながら右のお尻をかかとに乗せて手を手前に引き寄せます。左足つま先は天井に向けておきます。指先で体を支えて、お顔正面、そのまま深い呼吸を繰り返します。息を吸いながらお尻を持ち上げて、左の足の裏をマットにつけて、左足の両側に手をついて、左足を後ろに引きます。四つん這いに戻ったら鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに重く下ろして、手を前に伸ばして額をつけて、チャイルドポーズでリラックス、お休みです。両手のひらの力をふわっと抜いて、背中、腰をしっかりと緩めていきましょう。それではお顔の真横に手のひらをつけます。息を吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるようにゆっくりと上体を起こします。はい、起き上がってきましたらマットの前の方に立ちます。まず太陽礼拝から行って、全身を伸ばしてほぐしていきます。足の親指と親指をくっつけて、内くるぶしの間はゴルフボールが一つ入るぐらいのスペースを空けておきます。骨盤を立てて、胸と肩はリラックスです。それでは息を吸いながら両手を大きく広げて、頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひらを正面に向けて、ダイブをするように骨盤を傾けて、ゆっくり前屈です。両膝途中で曲げても大丈夫です。それでは次の吸い切で、お膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて、斜め前の床を見ます。次の吐く息でお膝を曲げて、足の外側に手のひらをつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いて、プランク、板のポーズです。つま先を立てて、かかとは軽く後ろに引いておきましょう。次の吐く息でお膝、足の甲をつけて、息を吐きながら肘を曲げて、そのままお腹と胸を下ろしていきます。脇を締めて肘を後ろに向けます。息を吸いながら手のひらでマットをして、上体を持ち上げて、お顔正面または斜め上を見上げて、腰を心地よく反らして、呼吸を繰り返します。それでは次の吐く息で目線を床に下ろして、吸いながらつま先を立てて、手のひらでマットをして、お尻を持ち上げながらダウンドッグです。お膝を曲げても、かかとが床から浮いていても大丈夫です。またはかかと痛くなければ、マットに下ろしてみましょう。手のひら全体でマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻へと伝えていきます。目線は両足の間かつま先を見ていきましょう。肩をまっすぐ伸ばして、肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せていきます。お尻を天井高く持ち上げていくようなイメージです。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながらお顔を上げて、両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いて戻りましょう。両手の間で両足が揃ったら、息を吸ってお膝の裏を伸ばしながら、上体を持ち上げて、斜め前の床を見ます。吐きながら前屈です。では息を吸いながら両手を広げながら、上体をゆっくり起こして、頭の上で合掌します。お顔を正面、吐きながら両手を胸の中心に下ろして、親指を胸の中心に押し当てます。
指先を見て呼吸を整えます。それでは両手を体側に下ろします。ではあともう一度太陽礼拝を行います。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひらを正面に向けてダイブをするようにゆっくり前屈です。お膝曲げても大丈夫です。では次の吸い切でお膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながらお膝を曲げて足の外側に手のひらをつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。つま先を立ててお尻も少し引き上げておきましょう。それでは次の吐く息でお膝だけ床に下ろします。つま先は立てたままです。では次の吐く息で肘を後ろに引いて曲げながらお尻を少し持ち上げて胸と顎だけマットに下ろしていきましょう。両手の間に胸をつけます。発展のポーズです。しっかりと脇を締めて肘を後ろに向けて胸を心地よく開いていきましょう。深い呼吸を繰り返します。それでは両足の甲を床につけて吸いながら上体を滑らせながら前に、そしてお腹をマットにつけます。次の吸い息で手のひらでマットをして、また上体を半分持ち上げて斜め前の斜め上を見上げます。またはお顔正面でも大丈夫です。それでは息を吐きながら目線をマットに下ろして、吸いながらつま先を立てて手のひらでマットをしてお尻を持ち上げて、もう一度ダウンドッグです。手のひら全体でマットをして、その力を背骨からおへその下へと伝えていきましょう。吸い息で上半身背中を心地よく伸ばして、吐く息でできるだけかかとをマットに近づけながら両足の裏側を心地よく伸ばしていきます。それでは息を吸いながらお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いて戻ります。両手の間で両足が揃ったら、吸いながらお膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながら前屈です。お膝緩めても OK です。それでは息を吸いながら両手を広げて上体を起こしながら頭の上で合掌します。お顔正面、吐きながら両手を胸の中心にゆっくり下ろします。親指を胸の中心に押し当てて指先を見て呼吸を繰り返します。それでは両手を体側に下ろします。それでは続いて立ちポーズをいくつか行います。鼻から大きく息を吸って、吐きながら左足を大きく後ろに一歩引きます。かかととかかとを一直線上に乗せて、左足のつま先だけ斜め45度から90度、一番安定するところに外に向けておきます。それでは両手を腰に当てて骨盤を真正面に向けていきましょう。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと膝を曲げます。つま先よりも膝が前に出ている場合は後ろの足を引いて調節をします。左の太もも前面が心地よく伸びていきます。また右の太もも、大きな筋肉を使って代謝を上げていきます。ではその状態のまま両手を離して背中の後ろで組みます。息を吸いながら胸を開いて、肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せていきましょう。
次の吸い気で手を緩めながら両手を頭の上で合掌します。吐く息で肩を一つ下げてお顔を正面、そのまま深い呼吸を繰り返します。肩はリラックスです。それでは息を吸いながらお膝の裏を伸ばして、吐きながら両手を下ろします。吸いながらゆっくりステップで左足を右足に揃えていきます。では反対で同じ動きをします。鼻から息を吸って、吐きながら右足を大きく後ろに一歩引きます。かかととかかとを一直線上に乗せて、右足のつま先だけ斜め外側に向けておきます。それでは両手を腰に当てて骨盤を真正面に向けていきましょう。では安定したら鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと左のお膝を曲げます。つま先よりも前にお膝が出ている場合には、後ろの足を引いて調節をします。それでは両手を離して背中の後ろで組みます。息を吸いながら胸を開いて、肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せておきます。胸を開いて深い呼吸です。それでは息を吸いながら両手をほどいて、両手を広げながら頭の上で合掌です。吐きながら肩を緩めて胸リラックス、お顔正面、深い呼吸を繰り返します。両方の足の裏でしっかりとマットを押すようにして、下半身は安定的に、上半身は軽やかに上に伸びていきましょう。それでは息を吸いながら左のお膝の裏を伸ばして、吐きながら両手を広げながらゆっくりと下ろしていきます。息を吸いながら右足を左足にゆっくりと揃えていきます。それでは両足が揃いましたら、次のポーズ、ヤシの木のポーズを行って、全身を心地よく上に伸ばしていきます。それでは足を揃えて立ちます。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上に伸ばします。それでは親指と親指をくっつけて、指先はそのまま楽に開いておきます。胸を心地よく伸ばしていきましょう。このままキープでも大丈夫ですが、または息を吸いながらかかとを持ち上げてみます。どちらでも OK です。つま先立ちでそのままキープです。ではかかとを持ち上げている方はゆっくりと吐きながら下ろします。それでは次の吐く息で両手もゆっくりと下ろしていきます。息を吸いながら肩と耳も近づけます。息を吐きながらストンと落とします。では最後もう一つだけ立ちポーズを行います。では両足を揃えて立った状態から、右のお膝だけ曲げて足を後ろに持ち上げます。で外側から足の甲を取っても構いませんし、大丈夫そうだったら内側から足の裏を取ります。どちらでも入れやすい方で大丈夫です。それでは息を吸いながら左手を天井に伸ばします。吐きながらゆっくり上体を前に少し傾けながら、同時に右足も少し持ち上げていきましょう。ダンサーのポーズです。目線を一箇所に決めて、目線を動かさずに集中して呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら上体を起こして、吐きながら
左手右足を下ろしてリラックスです。呼吸を整えます。それでは反対で同じ動作を行います。左のお膝を曲げて足を後ろに持っていきます。足の甲を外側から取っても構いませんし、できれば内側から取ってみましょう。それでは息を吸いながら右手を天井に伸ばします。吐きながらゆっくり上体を斜め前に傾けて、同時に左足も少しずつ持ち上げてみましょう。バランスを取りながら深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながらゆっくり上体を起こして、吐いて右手左足を下ろしてリラックスです。呼吸を整えます。それでは立ちポーズは以上です。マットに座ります。お尻をついて両膝を立てた状態で座ります。では続いてボートポーズ、船のポーズを行って背筋やお腹を鍛えていきます。それではフックを作って足の親指に引っ掛けます。背中側に少し体重を乗せるようにして、かかとをマットから持ち上げます。このままキープでも大丈夫ですし、吐きながらまずはお膝の高さにかかとを持ち上げてみましょう。ではこのままキープでも大丈夫ですし、さらに息を吐きながらお膝の裏伸ばせそうでしたら伸ばしてみましょう。そのまま深い呼吸を繰り返します。ではこの状態から鼻から息を吸って、吐きながら両足を横に開いてみます。途中でお膝を曲げても緩めても大丈夫です。伸ばしたまま開けそうでしたらそのまま開いて深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながらゆっくりと両膝を閉じて、吐きながら両足を下ろしていきます。はい、それでは両足を下ろしましたら左足を前に伸ばします。主に下半身を伸ばすストレッチを行っていきます。それでは左手で右の足の裏を内側から掴みます。鼻から息を吸って、吐きながら心地よいところまでお膝の裏を伸ばします。途中でお膝緩めても大丈夫です。伸ばせそうでしたら心地よいところまで伸ばします。それでは息を吸いながら右手を肩の高さに伸ばします。このままでも大丈夫ですし、さらに息を吐きながら右手を後ろに伸ばしても OK です。背中を心地よくねじるようにして胸を開いていきましょう。目線も後ろを見て深い呼吸です。息を吸いながらお顔正面、吐きながら右のお膝を緩めて、そのまま左の足の外側に足の右足の裏をつけます。両手を組んで右のお膝に引っ掛けます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと右のお膝を体に引き寄せて、お尻を心地よく伸ばしていきましょう。
を吐きながら手の力を緩めます。では足を入れ替えて同じ動作を行います。右足を前に伸ばして左のお膝を立てます。右手で左の足の裏を内側から掴みます。鼻から息を吸って吐きながら痛くないところまで左のお膝を伸ばしていきます。では次の吸う息で左手を肩の高さに心地よく開きます。このままでも大丈夫ですし、さらに息を吐きながら体を左にねじっても OK です。左手を後ろに伸ばして目線も後ろです。気持ちよく上半身をねじっていきましょう。右足の外側につけます。両手を組んで左のお膝に引っ掛けます。鼻から息を吸って吐きながらゆっくりとお膝を体に引き寄せて左のお尻をストレッチしていきます。息を吐きながら手の力を緩めます。では続いて内股のストレッチです。両足のかかとを体に引き寄せます。足の裏と足の裏を合わせておきます。手のひらでつま先を包むように触れます。一度お尻を突き直して安定させます。それでは鼻から息を吸って吐きながらゆっくりと上体を前に倒して内股ストレッチです。両手は足の上に乗せても構いませんし、足を前の床に下ろしてもどちらでも大丈夫です。心地よいところで動きを止めて上半身リラックス、深い呼吸を繰り返します。吸いながらゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら両足を前に伸ばします。前屈をします。両方のお尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。つま先は天井に向けておきます。肩の真下に両手を楽に下ろしておきましょう。それでは鼻から息を吸って背骨を長く引き上げます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせて心地よいところまで上体を倒します。両手はマットの上でも足の裏でも足の裏を取ってもフックを作って親指に引っ掛けても構いません。ご自身がやりやすい方法で楽に上半身の力を抜いてキープです。息を吸いながらゆっくりと頭が最後になるように上体を起こします。起き上がってきましたら仰向けになります。になりましたら両足を天井に伸ばします。ではフックを作って親指に引っ掛けます。または手のひらを太ももの裏に当てても大丈夫です。どちらかやりやすい方を選んでいきましょう。それでは鼻から息を吸って
吐きながらゆっくりと心地よいところまで両足を開いて開脚です。胸はリラックス、内股を優しく伸ばしていきましょう。では痛みがなければこの状態のまま少し左右にゆらゆらっと揺れてみます。揺れなくても大丈夫です。心地よければゆっくりと揺れてみましょう。息を吐きながらお膝を曲げて、少しお膝をちょうど脇の下のあたりに来るようにしておきます。そして太ももの裏に両手を当てていた方もフックを作って親指に引っ掛けてみましょう。または足の裏を外側から掴んでもどちらでも大丈夫です。それではゆっくりと足の裏を天井に向けていきます。息を吐きながら親指を体に引き、足の親指を体に引き寄せるようにして、お膝を床に近づけるようにして足の付け根をしっかりと縮めてみます。そのまま胸と肩はリラックス、深い呼吸を繰り返します。ハッピーベイビーのポーズです。曲げたまま体に引き寄せておきましょう。それでは両手を肩の高さに伸ばして、手のひらは上です。鼻から息を吸って、吐きながら両膝を左にパターンと倒します。お顔は右手側に向けます。そのまま深い呼吸を繰り返します。腰や背中、肩、目が気持ちよく伸びていきます。それでは息を吸いながら両膝、お顔を真ん中に戻して、吐きながら両膝を右にパターンと倒して、お顔を左に向けます。ポーズが安定したら目を閉じてリラックス、深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら両膝、お顔を真ん中に戻して、そのまま両手で両膝を大きく抱きかかえます。息を吐きながら太ももとお腹をぴったりとくっつけて、ガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫するようにして腹式呼吸をします。腸のマッサージをしていきましょう。お通じを良くする効果のあるポーズです。息を吸いながら手の力を緩めて、そのまま両足伸ばして下ろします。足の幅は好きなだけ開いて、つま先は自然な状態で外側に向けておきます。両手も好きなところに伸ばして下ろします。手のひらは上に向けておきましょう。目を閉じて、呼吸からも意識を離して、いつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば、
すべて解放します。それではお休みに入ります。それでは本日のレッスンは以上です。1ヶ月近く早く梅雨入りをして、日々体がちょっと重かったり不調を感じる日があるかもしれませんが、ヨガをしたり、あとは運動や食事、睡眠などに気をつけて日々元気に過ごしていただけたらと思います。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。